オータムリーフステークスということでやっていきたいと思います。秘密結社上総水8でございます。まあ、こちら京都ダート 1400m オープン特別ですね。まあリステッドの下というかね、それぞれ出走上ね、まあ差が出てきてね、まあメンツ的にはという感じなんでね、まあこんな感じで考えていきたいんですけれども、まあこんな感じですね。軸は7番のエルバリオ前売り3番人気、まあ、小級初戦で重賞4着に来てますしね、伸びしろは見えると思います。サンデーレーシングノーザングループの休み明けというところ、まあそしてね重賞4着に来てますからね、まあオープン特別ならということで期待をしていきたいと思います。まあ、そして2番のジレトール、まあ、キャロットのねダートの両決馬、まあ、前走1番人気でもね負けてはいますが、まあ逆に言えば1番人気に押されるだけの結果は見せているということで再度期待はしていきたいと思います。まあ、そして3番の里のテンペスト前売り6番人気、まあ、昇級3戦目でね狙い頃でしょう。まあ、乗り代わりっていうのもねプラスに働いてくれればということで入れておきたいと思います。そして11番カセノダンサー、まあ、プロキオンステークスの勝ち馬ドン・フランキーを破ってオープン入りした馬ということで考えるとね、まあその後の差にね差がついたなというところではありますが、昇級4戦目、まあこいつもそろそろ期待が持てる頃ということにしてみたいと思います。まあ、そして13番のサンライズフレーム、まあ、5戦4勝3連勝でのオープン入りでしたかね。まあ、時計は平凡ですし、3歳馬、まあ、金量差もなくなってくる頃なんでね、ここはまあ今までの評価ということにさせていただいて、まあ、今回はねこういった感じでいきたいと思います。まあ、菊花賞の予想はねメインチャンネルフェガム TV で、残りはこちらでなんとか全部ねやっていこうと思いますんでね、まあ、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。